他に出番がいるか、大谷が必要なものを申し出てくれ。やあ。どうも。あんたのおかげで助かったよ。私の力ではありません。勝手な真似をして逆に皆さんにご迷惑をおかけしました。この現場でそんな風に思ってるのはあんただけだからな。お疲れさん、お嬢ちゃん。エセアラの人間ますます惚れ込んだぜ。この子抱いてやってくれねえか。え、あんたに抱いてほしいんだよ。ほら。笑ってます。ほらな、あんたのこと恩人だって分かってるんだよ。おいおい、泣くことはねえだろう。すみません、なんだか嬉しくてほっとしてよくわかりません。なんだか俺も同じ気分だよ。よくわかんねえけど抱けてきやがった。世界で一番最高の笑顔、さすがのアリシアもかなわない。そうだろアリシア。まそういうことにしといてあげる。なんだかな。お、世界で一番最高の笑顔。やめてよパパ。お姉ちゃん照れてる。笑い続けることは辛く、涙をこらえることも辛く、思うように笑えず思うように泣けず、感情を失うのも悪いことばかりじゃないなんて思ったりもするけれど、それでもなお私は今こうして笑えることが素晴らしいことだと思えるのです。